周辺でレベル上げようか。14か。どんぐらい上げよう。16ぐらいまで上げようか。レベル2上げよう。これじゃん。35。いいね。2発。やっぱ違うね。レギュラーは来るかな。来ない。来る前に倒すとかな。お、来たね。15か。力8。結構上がるね。トヘロス。清水いらずやね、これね。弱い敵が出現しなくなるってやつやったかな。そうやね。寄せ付けないっていう。清水とか、もうキメラの翼とか、だんだん道具、使わなくなってくるからね。魔法を思い出したら。おぉ。104。3桁いったよ、ダメージ。すげえ。お、耐えた。3発目はちょっと痛かったな。レベルアップきたねー。21ポイント上がった？そんな上がる？上がりすぎじゃないのそれ。2ポイントとかじゃないの？21？ 上がったねー。強さどんぐらいよ今。最大 MP が90。すごいな、一気に上がった。21ポイント上がってくるのか。太っ腹やねん。じゃあ16やったらこれなら勝てるかな。悪魔の騎士やったっけ、さっきのやつに。じゃあちょっと行ってみようか。宿で寝てお金預けて、でルーラーで城から通るか。いや、どっちの方が近いんかな、これ。途中の戦闘を考えたら、どうしよっか。そのまま行くか。そっちの方が近いかな。場所的には。微妙やな。若干こっちの方が近いか。よし。いやー、先生ベギラマ会いたい。先生のベギラは痛いってやってくれるね。いやー、 MP 使わされるな。やったルーだからトヒロスで変えるか。おっ、一回宿屋泊まって、回復回復。じゃあ悪魔の騎士戦まで若干カットしよっかな。よし、こっからや。こっから、どれだけ温存できるか。悪魔の騎士戦まで。できればエンカウント少なめでお願いしたいかな。ここよな。スターキミラ。全開に戻しといて、よっしゃ、ほい、再戦や、ほら、28、いいね、やりほう怖い、あ、倒した、倒れた、3発か、結構開けなかったぞ、来た、ロトの鎧、伝説の鎧ゲット、装備。炎の剣。ああ、結構上がるのね。4上がるのか。鉄の盾。これで OK。終わり。何回でも使える伝説の鎧。
どこ向こうかか。いいねそれ。超いいじゃん。それじゃあどういこっかな。鏡の夜売るか。売ってでどうしよう。そのお金とかゴーレム討伐、ゴーレムじゃない、ゴールドマン討伐して三鏡の盾買いに行こうか。鋼の鎧、はい、1500。あ、先生も売っとくか。先生先生、はい、これでオッケー。いやそれでもレベル2上がったらあんなにサクッといけるもんなんだな。さすがだわ。もう、まあ、武器も全然炎の剣とか強いのになってるしな。トヘロス、そしたらついでにあそこやな、あの南の洞窟やったっけ、マイラの南、あマイラの南の洞窟で、あ効果なくなった。あそこ確かなんか鍵あったよね、あれ使うか。よし、あダメージ受けないって素敵だわ。ナイスロットやな。この鎧いいわ。もうそこに。弾を敵じゃないから。お、いたいた。女の人いるんだよ。あれか、あの映画、さらわれた姫様だったっけ。ドラゴンいるね。まあ勝てるでしょう。ほい。ほい。お、ちょっと強い。結構強いな。耐えるね。ほい。殴り合いで勝てちゃうっていうのが。わあ、950。美味しいね。ボスだったのかな。よいしょ、アイコンちゃん助けてくれる人がいたと。ラナトーム城の王女ローラさんね、竜王の妻にされると。はいよ、嬉しゅうございますと。お姫様抱っこ、トロフィーまで笑っちゃったよ。じゃあこれこのまま竜王の城とかまで行けるんかな。このまま行って竜王討伐してみようか。セーブ禁止縛りになっちゃうよ。まあ今までしてないし、まあ行っちゃいいかな。そのまま行っちゃえ。お城帰ったら確かローラ姫をそのまま玉座に置いちゃうから、それをしないようにせんといかんから、やられないようにしなあかんのと、セーブできないっていうのが縛りっちゃ縛りなのかな。若干の縛りか。よいしょ。それじゃあ鍵も、鍵も買おうか。よし、鍵買おう、鍵。MP はまだあるから宿屋はいらんし。なんか変わるかな。特に、あれやな。セリフ変わったりはしないと。頂戴鍵、よし、それでオッケー、サンキューサンキュー。よし、じゃあゴールドマンちょっと狩ろうか。いきなり襲いかかってきたな。やんだ。2発か。いやー余裕だな。よし、こんなもんでいけるかな。じゃあルーラッ、しゃ、早速金下ろすか。の前に休むか。よいしょ。夢はお楽しみでしたね。夢やよな、これもな。姫様背負っている状態で、おっと、引き出すか。金。9000まであるぞ。これで買えるっしょ。
姫さん踊ってる時に宿屋入ったらね、特別なセリフやったっけ、今の出てくるんだよね。よっしゃー、三日神一応わかるからね。ほい、来た、鉄の盾、えいよ。これで最強装備になったんじゃない。白銀の盾、鎧の鎧に兜はないんやな。この建物は横から入れるわ。よいしょ。ここは何やったん、手に入れたと。二つ目のサリン、ニムダール南の聖なる祠に住む老人。ああ、尋ねたけどな。なんか、橋かけとか言って、それまでやったけど。求めるなら、もう求めたからいいかな。じゃあ、引き出しとくか。よいしょ。証を引き出す。証じゃない。太陽卵をね。はい、これ。で、これでもう一回また南の方行ってみようかな。